2022年4月4日月曜日6260回目生島ヒロシのおはよう定食ですね。今朝の気温は 7.5 度、湿度は約 90% ですよ。で、風は北の風6から7メートル。いやー、今日はですね、真冬に逆戻りってな感じの月曜日の朝、4月4日月曜日、今日はトランスジェンダーの日とも言われてるらしいんですけれどもね、ということで今日も生放送90分お送りしてまいります。さて、ウクライナ政府、首都を含んだキーウ州がロシアから解放で、矢沢永吉さん8月27日28日新国立ライブを行うということですね。有観客初、ソロで初ということですね。曲は流れない、聞こえてちょっと聞いてみましょうか。My Way、 矢沢永吉さん My Way に乗って言ってましたね。この前千田さんが、千田さんの銀座なのに、もう昔のね、A ちゃん含めた、バンド出てたんですよね。何でしたっけ、キャロル、キャロル時代で、なんかすごかったらしいですよ。こうみんなリーゼントでこう小窓つけるんで、でも千田さんがちょっとね、ここは楽屋はもうみんな迷惑だからもうやめた方がいいよ、トイレでつけてこいとかってね言ってたらしいんですけど、その後あれよあれよという間に矢沢さんがすごいビッグスターになって、で飛行機だったらしいんですね。たらあっと思ったらしいんですけど、なんて言ったらいいんだろうな。センターさん非常にこう丁寧ですから、おい矢沢、お前無理だな、矢沢さんどうしようかなって、もう矢沢さん気づいて、おー、センちゃん、ユー元気って言われたらしいんですけどね。いやいや、本当に。もうなんか飛び箱タレントって自虐的に言ってますよ。やっぱり秋元康さんがね、もうカバン持ちしてましたから、巨泉さんのところでね、おい、秋元とかって言ってたら、それからしばらくしてから、もう秋元さんすごい天下取っちゃって。でも、廊下で会った時、あ、なんて言うかな、なんて言うかな、なんて言うかなって、あ、先生って言ったらしいんです。仕事くださいと思わず出たらしいですけどね。まあそれはさておき、阪神タイガース、ドラワースト9連敗、中田にいきなり満塁ホームラン、後手後手、矢野監督途中解任ないと。いやー、まあ阪神ファンはね、もうなんとかしてくれ。今日は元タイガースの、田淵浩一さんにご登場いただきます。焦り感じる阪神ベンチなんていう見出しもついてますね。セリーグ最悪更新、大変です、大変ですね。そしてこちらがすごい、ストレートまるで彗星、佐々木朗希。 I love you. 俺の歌を焼き付けておきたい景色がある。矢沢永吉50周年記念ツアー、マイウェイ開催決定。